はい、皆さんこんばんは。館内放送ということで今日も始まってまいりましたけれども、今日はですね、ちょっとカメラ位置をいつもと変えてるんです。それはなぜかというとですね、こちらに本日はゲストっていうかですね、まあうちの主賓なんですけど、いらっしゃっているんですけどね、呼んでみましょうか。ハロー。ハロー来た。はい、来たね。はい、こっち行って。よし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 。皆さんご存知の、うちの社長代表取締役兼私の息子のですね、ハロです。あれ、お、マイク落ちる。はい、話しゃべってください。はい。社長ちょっと無口なんですよね。あとはもうご緊張なさってらっしゃるのがちょっとわかんないんですけども。今日はね、特別にここに上がってきましたよね。よしよし。いい子だね。いい子だね。よしよしよし。どうすか？あ、映ってるね。あの、映ってるよ、ほら。うーちち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 ち
ぐちんぎんぎん。犬嫌いな人が見たらですね、引くぐらいのことを僕しますよ。ね、いつも引けるもんね。犬くちゃいね。ハロ犬くちゃいね。ハロ犬臭いんですよ。どこで犬と遊んできたんですか？そんなに犬臭いなんて。近所の犬と遊んできたんですか？だそうです。近所の犬と遊んできたんだそうですよ、今日は。まあ、今日はですね、ちょっとハロの ちっちゃい頃の話もしましょうか。うちにハロが来たのは今から3年前なんですけど、来た時ですね、こんくらいしか、なんかここに乗ってたんですよ、ここに。ね。今ハロここに乗ろうと思ったらね、俺潰れちゃうよな。そのくらいちっちゃかったんですけどね。で、僕犬に飛びつかれたり、抱きつかれたりっていうのはもう、すごく大好きで、あ、ユーストリーム始まってなかった。ですごく大好きですね。あ、ユーストの皆さん、これ撮り始まってます。ですごく大好きで、飛びつきを禁止しなかったんですね。そしたら、うちのハローさん、飛びつき大好き犬になっちゃいまして、すぐ僕に抱きついてくると。僕も抱きついてしまうと。そういうですね、姿になっちゃったんですけども。ハロー。ハロー。いいよ、ここ乗っていいよ。はい。すぐくっついてきちゃうもんね。いい子だね。ほんとかわいい。皆さん、富士ハーネスって知ってますか？富士ハーネス。盲導犬を訓練してるですね、場所なんですけども、僕、実は時々行くんです、そこに。別にハローを盲導犬にするとかじゃないんですけど、富士ハーネスに行くとですね、やっぱり、レトリバー系の犬を訓練してて、で、その遺影がですね、いっぱい飾ってあって、で、感謝の言葉が書いてあるんです。で、それを、まあ、いつも見に行って募金して帰ってくるんですけど、それだけなんです。それだけでなんかこう、なんていうか日々の生活で忘れているようなですね、大事なものをそこでまた拾えるような気持ちになります。で、その後近くにある富士ミルクランドでジェラートを食べて帰ってくるんですけども、なかなかですね、そのコース楽しいです。で、時間に余力があれば静岡の方まで行ってですね、富士山の方を登ってくるんですけども、富士山が世界遺産になるっていう騒動からですね、あそこ入れなくなったのかな、僕まだ一回も行ってないんですけど、ね、まだわかんないんですけど、いやもう本当って、本当犬ってですね、けなげな方で、もう本当に、もうすぐこうやってくっついてきてくれるしね。いやもう本当に、この子たちの寿命が僕ら人間よりもものすごく短くて、特に大型犬なんて、もう一生10年区切りなんですよ。そう考えるとですね、もう本当に、少しでも長い時間こいつと一緒にいてあげたいななんて思いますよね。
そうゴールデンすごいすごい頭いいですよ。まあ、問題はが1点あるというのはこの毛がこの毛がですね、めっちゃ抜けちゃうことですね。もう毛がこうやってブチってやるといっぱいもさもさって抜けちゃいますね。で掃除が大変というのが一番、まあ、1点だけですね、大変なんですけども、まあでもそんなの些細な問題だよね。ハロね、ねーねねねねハロ、何が好物ですか？うん、人間の食べる食べ物が好物だそうです。で最近スペアリブをいただいたんですけどもね、あのハロさんはそれが非常にあのお気に召していらっしゃるようで。画像途切れますか？ユーストの人たち。ごめんなさいね。でもこれちゃんと収録してるんで、後で、YouTube で見れますよ。ね。実はですね、YouTube に動画を上げたらどうかというのも、社長の発案なんですよ。ええ、なわけないですね。ねえ、社長だもんね。何こら。何こら。にゃんにゃんの、にゃんにゃんの、いつもは嬉しいのに、今日は。こんにちは。タロ、そっち行かないで。うん、よし。ちゃんとわかる。アムロ頭大丈夫かって言われてる。ハロ、あんま暴れるな、揺れるから。ハロ聞いてる？あんま暴れるな、ここにいろ。ハロハロ、こらこっち来て。はい、ここ伏せ伏せ伏せ。よしよしよし。まあ今日こんな感じでちょっとぬるーくやってますけれどもね、ユーストリームの方にハロへの質問が来てます。ハロさん、体重何キロですか？ハロさん、ハロ、そっちダメ、こっち来て、こっち来て。ハロ、体重何キロ？体重何キロ？ハロさん、体重は秘密だそうですよ。うん、そう、ユーストをね、サブカメラでやってます。ね、カメラの位置がだいぶ上。ハロ、行かないの、こっち来て。ハロ、暴れるとほんと下つなぐよ、もう一回。ねえ、ねえ、ゆうちゃん気になるの？ゆうちゃん持ってるの食べ物じゃないよ、食べ物じゃないよ。あ、そっち行っちゃうの？行かないよね。あ、そっち行くの？行っちゃうの？あ、行っちゃうんだ。戻ってくるの？あれ？あれ気になる？下気になるの？そっちダメだよ。ハロ、こっち来て。はい。はい、ハロ、ここここ。ハロ、行かないよ。ガサガサも気になるけど、食べ物じゃないから。食べ物じゃないよ。社長、落ち着きませんね。ほんとね。どうするんでしょうかね、こんな落ち着きのない様子で。経営が務まるんでしょうか、ほんとに。私は疑問でなりません。そう、尻尾にね、のうちわつけたら涼しそうですよね。ハロ、おいで。はい、ハイタッチ。ハイタッチしよう。ハイタッチ。ハイタッチ。逆。ハイタッチ。ねえねえ、ハイタッチしようよ。ねえ。ハロ、おいで。若。スポ。あー、偉いね。偉いね。いや、何気になるの。ああ。の気になる気になるって言いつつも、行かないというところがね。ハロゲ入りステッカー、誰が喜ぶんでしょうね。わかんないんですけど、
そう、時々ね、こうやって館内放送等にも社長登場をさせてですね、まあホワイトベースには犬が経営しているぞということをですね、こう世間に知らしめるという必要があるんではなかろうかなと思うわけなんでしょうね。落ちそうでね、怖いんですよ。ハロー、ハロー、落ちちゃダメだよ。こっち来て。はい、お客さん、下お客さん、はい、目の輝きが足りない人。そうです。ああ目の輝きが足りないの人が来た。皆さん、今ですね、現役 の、 自衛官の人がいるんですけども、自衛隊ではですね、部下をしごくときにですね、何かこうできてないところを指摘するらしいんですよ。例えばまあ、ヒゲの剃り残しがあるとか言われたら、ヒゲの剃り残しがあるって復唱した後に腕立て伏せをやるとか、何もない完璧な状態になってしまうと、もう言うことがなくなっちゃって、最終的に目の輝きが足りないとか言うらしいんですよ。で、それもね、何を言ったらいいかっていうのをですね、みんな楽しんでこう考えてるらしいんですね。いや、なんて自衛隊ってこう楽しいんだろうって思うんですけども、しごかれる方はたまったもんではないですよね。はい。あ、そう、サブカメラだと赤くなります。今ユーストリームじゃなくて、こちらの YouTube 撮ってる方がメインカメラ、ね、こちらユーストの方はサブカメラですね。まだだ、たかがメインカメラがやられただけだっていうふうにみんな言いますけどケツが2つに割れとるとかどうですかって言われてますよケツが2つに割れとるしい疑惑をかけられそうだって言ってます。面白いですよね、ホワイトベース。いろんなお客様がいらっしゃいます。本当に楽しくて楽しくてしょうがないですよ。ですね、質問コーナー、キャストホイールとスポークホイールの車両が世の中にあると。で、いいところ悪いところを教えてくださいなんですけども、世の中においてですね、歴史が古いのはスポークホイールだと思います。キャストホイールというのはチューブを要さないタイヤとして世の中に現れましたね。はい。で、スポークホイールというのはチューブを使ってタイヤを膨らませるというものです。で、キャストになってからというものですね、全体のタイヤの剛性が上がったということと、あとチューブが不要になったということで、若干のコストダウンを図ることができたと。ただその逆にですね、チューブがなくなったということでホイールに対してのダメージがあると、タイヤが膨らまなくなったり等ですね、非常にそのあたりはデメリットになるようなこともありますけれども、はい。ただスポークホイールの方が、生産コストが多分低いんですね。だから多くのバイクに採用されている。なおかつ軽く作れる、軽く作れる、あとは小型に作れる、そういったことがですね、利点としてあるので、スポークホイールが使われているのかなと。で、ただ BMW に関してはスポークホイールでありながらチューブレスです。っていうのはどういうふうにやってるかというと、国産のオートバイだと、スポークというのがリムの真ん中に刺さってますけども、 BMW の場合はリムの端っこの本当リムの部分にスポークが刺さってるんですね。だから気密性を保つことができます。だからこそ、スポークホイールでもチューブレスというのが実現しているという、そういうわけですね。はい。じゃあ次行ってみましょうかね。なんか時々どこなんかこのバイク安いですか高いですかみたいな質問が来るんですけどね、そういうのはもう僕答えないですよ。はい。クラブマン3型と4型で、形が変わりますけれども、それで互換性のあるなし、ほとんどの部品が互換性ありますけども、サブフレームの部分、シートレールですね、そこの穴の位置は違いますので、そこの部分に関して特にシート、リアカウル、そのあたりについては互換性がなかったりしますので、そこはですね、ご注意ください。あとは答えられる質問が、あるかな。あ、そうそう、昨日女子部の募集やりましたけどね、意外に好評ですよ。
もう何名かご参加なさってますけれどもね、はい、やっぱり、まあ、そういう方々拝見してるとですね、男性社会なんで、まあ、世の中ほとんど男性社会です。だからやっぱりこう関わることに対してですね、若干抵抗を持たれている方というのが多く見られました。なので、やはりですね、皆さんの動きの中から起こった自然発生的なコミュニティなので、これはすごくいい動きなんじゃないのかなと思います。はい。高校3年生、受験終わったら免許取ろうと思ってます。身長162センチぐらいなんですけども、刀の250乗りたいです。けどそれってどうなんでしょう。大丈夫です、乗ってください。不格好にならないです。国産のバイクはですね、ちょっと小柄な人の方がかっこいいですよ。僕結構体でかいんで、その点羨ましいです。はい。二宮先生、お疲れ様です。動画からも分かりますが、顎のラインが細くなりすぎですよ。体重今何キロ？今69です。僕のベストは75キロぐらいで、体脂肪率12から14ぐらいがベストなんですけど、今69で体脂肪率10%切ってますね。ちょっと良くない？はい。結婚しないの？彼女の手料理で太るしかない。まあちょっと今すいませんけども、そういったご予定はございません。はい。そういった予定はない上にですね、正直言ってあんまり恋愛関係に全く今興味が持てないんですね。なので、まあ、その辺は冷凍食品でも最近美味しいんで、あと1号がゆうきくんがですね、よくいろんな美味しいものを持ってきてくれるんで、そんなで十分です。はい。ありがとう。ありがとう、ゆうちゃん。ありがとう。ありがとう。で、この方はロングツーリングでケツが痛いと。あ、すみません、ケツって言っちゃったね。ロングツーリングでお尻が痛いのなんとかする方法はないか、シートの改造など何か対応策ありますかということなんですけども、シートの上につけるジェルマットっていうのがあるんですよ。多分何でもないよ。ジェルマットっていうのがあります。で、基本的に、高反発なウレタンの上に、低反発なウレタンを乗せて、その上に座るといいと言われてます。で、さらにお尻が痛くなるのは何でかというとですね、オートバイのシートって、ああいうクッション性が優れていて、で、荷重が拡散されるように見えていながら、実はそうじゃないんです。実はそうじゃない。お尻の凹凸に対してですね、かなりこう、負荷が集中してしまうような感じなんですね。だからこそ、お尻のこう座った時の負荷を拡散させてやるようなシートを乗せてやるといいです。僕はジェルマットをですね、GGR の上に乗っけて、こういうの改良してますけども、これ非常に使えます。で、割と炎天下でもですね、溶けないです。はい。2年以上使ってるかな。でも非常に、私お気に入りなので、あれ本当効果的ですよ。こんな薄っぺらいもんですけどね、あるのとないので全然違うんで、もう手放せないですね、あれ。うん、素晴らしいと思う。はい。じゃあ次行ってみましょうか。お友達が事故を起こされて、バイク降りてしまうと。寂しいけど自分には何ともできない。そういう方なんですけども、仕方ないと思います。いつか戻ってきてくれることを願って、今回は見送りましょう。それが一番いいんじゃないのかなと思います。はい。キャブと比べてインジェクションはカスタムの幅が狭いのでしょうか。そうですね。やっぱ電子制御でいろんなものがついてるんで、基本的にノーマル以外で楽しむっていうのは、外装パターンを変えるとか、ライトを変えるとか、そういうことにとどまると思います。給排気系エンジン関係をいじるっていうことがですね、若干、できないです。できるんでしょうけど、うちじゃ無理ですね。そんな感じで、どん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 、世の中のオートバイがいじりづらくなっていってしまいます。バイクが欲しくてたまらない中年のおっさんです。いつか買うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ぜひよろしくお願いします。なんだと。うわ、ムカつく。俺の狙ってるスイングアーム2000円なのに2100円で終わってるし。うわ、ムカつくな、これ。もう一つないかな。なかなか落とせないな、SR のスイングアームとか言って。あと1時間。もう一個あった。
2000円だから俺もここに2100円入れてみよう、うん、このまま落とせたりして。ユーストリームの方を見てみましょうか。二宮さんゴリゴリだ。二宮さんはカラオケに行くのですか。行かないな。下半身もろだし。クイックワックスの在庫ありますか。常にございます。大丈夫です。はい。ツインショックとモノショックどちらがいいのでしょうか。モノショックの方が、基本的に進化した形と言われておりますけれども、まあそれに限ったことではないですね。あんまどっちがいいというのはないですよ。ただ日本サスにするとメンテというかその生産に関してショックアブソーバー2個必要なので、生産性が下がるというのはあると思います。はい、ちょっとカメラ上すぎるかな。ここがいいね、あのね、二人ともよく見えるしね。うん、今日はね、非常にこう館内放送ゆるくやってますけどもね、一緒にやってるもんね。ということで、今日は千野社長兼僕の息子のハロと一緒にやってますな。ちゃんとね、ハロのいいところはこうカメラ目線くれるしね、アイコンタクトもしてくれるんですよね。で、こうガサガサ音があるとすぐ向こう向いちゃうっていうね。川崎のバイクはなぜでかいのですか？いい質問です。川崎重工はまずもともと造船業なんですね。造船業のメーカーというのはですね、大きく見せることが大好きなんです。はい。造船業、戦艦とか作っちゃうからですね、敵に対して自分が大きく見せるというのは基本的概念になりますので、やはりバイクもそれに倣って大きくなってしまうということなんじゃないのかな。だよね、ハロね、おいしいの？腕おいしいの？そっか、うん、ちゃんとアイコンタクトできるね。えらいえらい。エストレアの入荷なんですけども、まあいいのがあれば入れます。でもあれね、結構在庫の足長いんですよ。いろんなところで売ってるから、だからね、あんまりこう積極的には入らないかなという気もします。でもいいのが、いい状態のがあれば常に狙ってはいますので、はい。ですね。なんかまたアナウンスですけども、ホワイトベースの館内放送では、質問コーナー募集いたしております。タイトルに質問コーナーとお書きの上ですね、こちらに送ってください。私が答えられる内容のものであればご回答させていただきますけども、まあ、内容によってはご回答できないものもありますので、その場合はですね、また内容を変えて、別のものをお送りください。はい、以上全部目は通しております。で、キーボードの方でですね、返事ができるものに関しては、そのままお返事をさせていただくこともございます。はい。で、あとこれちょっと今日ですね、社内で話し合ってやってみた、出たアイデアなんですけども、まあ、日付指定で1日2名ほどステッカーの抜き要員ですねを、募集してみようかなと思います。で、抜いてくれた方にはですね、ご飯、お食事とですね、お飲み物、基本的にボランティアなんですけども、食事と飲み物ぐらいは差し上げております。で、抜いたステッカーの中からどれかですね、お持ち帰りいただくと。で、こちらの中で、ステッカーセットというのをですね、一式ありますので、それを、ワンシートでもですね、ワンシート、ツーシートか、抜いていただければ、非常に助かるんですけども、集合時間を決めてですね、やっていただいて、はい、協力いただければなと思ってます。
もちろんあのステッカーというのは販促品なんで売ったりとかはしてないんですね。基本的にあの無料で差し上げているものなんですけども、やはりあのカッティングで作るというのは結構手間です。で僕らもですねできないことの方が多いので、何かお時間がある方いらっしゃればそこだけご協力いただければなと、今日は思いました。はいですね。あんまりまあ、バーベキューとかはですね、ちょっと、うちの方も仕事があるんで、そのあたりがですね、片付かないとできないんですけども、まあ、いつかですね、やっぱりバーベキューまたやりたいななんて思ってます。はい。そう、暑いですよ、ここ。暑いけどね、そこまでじゃないかな。軽自動車登録の ETC どう思いますか？ノーコメントで、違法性はないみたいですけど、わからないな。ちなみに私は水亀座ですね。オーロラエクスキュージョンですね。はい。どうでしょう。こんな形で今日はゆっくり放送やってますけれども。でもなんか最近すごくいいですよね。なんかあのツイッター見てたりだとか、あの動画のコメントとか拝見してですね、あのすごく皆さん、僕はですね、あのいいお客様に囲まれてるなというふうに実感することが非常に最近増えました。やっぱりですね、アンチもいます。で、アンチもいるし、その中には私自身、僕自身を装ったりとか、僕自身の周りの人を装ったりだとか、あとは、なんだろう、その関係ないけど俺は仲がいいんだみたいな人間がですね、なんかいろいろ言ってたりとかはあるんですけども、まあその100倍、1000倍の人たちがですね、僕のことを応援してくださってる。まあその事実だけでも非常に、僕は、力が出てきます。本当にそれで力が湧いて湧いてしょうがなくて、で、まあこんなにこう体が、まあ、むきっとなっちゃうぐらい、力が湧いてしまいましたよ。これ別にトレーニングしないですよ。これ皆さん応援してくれるから、そのみんなの力が私の体の中に流れ込んでこう膨れ上がったというような感じなんじゃないのかなというふうに思ってますけども、やっぱり毎回言うんですけども、インターネットの中の世界というのはですね、非常に情報というのは一人歩きをしやすいというふうに思います。でその中でやはり誰かを笑わせたりとか、何かをがいいよっていうふうにこう言ったりとかすることは非常に良いことだと思うんですけども、名指しで人をですね批判したり、陰口を言ったりとかですね、あいつはバカだとか、あいつは悪いやつだとかをですね、本人と直接話す分にはいいと思うんですよ。なんか気に入らないことがあって、それが正当なことであれば本人に直接言いに行けばいいんですね。でそういうことをしないでですね、その周りの人たちにですね、チクチクと何かこう言ってみたりだとか、批判を広めてみたりだとか、パブリックなところにあることないことを書いてみたりだとかですね、そういうのっていうのはですね、増えれば増えるほど世の中が悪くなるだけなんじゃないのかなというふうに思います。だから私はそういったことでこう何かを批判したりっていうことっていうのはもう絶対にやってないですね。全くやったことがないとは言いません。僕自身もですね、1996年ぐらいからですね、インターネットというものに関わってますので、それはですね、いろんな方向に触れたことがあります。いろんなことを経験しています。やっぱりその中で、今こうして2013年まで、立ってですね、やはり改めて思うのは、人を悪く言うことというのはやっぱり何も生まないです。評論したりとかしてるつもりになってると思うんですけどもね、評論家っていう職業もやっぱり何も生まないですよね。何も生まない仕事っていうのは仕事じゃないんです。何も生まないことっていうのは、むしろこう削るようなことっていうのは僕はない方がいいと思ってます。はい。なので、そうしたですね、露骨なことっていうのは自分の身の回りにやっぱりインターネットに関わっている以上ですね、今までもそしてこれからもやっぱり起こっていくんじゃないのかなと思うんですけども、まあそれにもですね、まあよく見れば見るほどですね、もういいんじゃないこんなもん相手にしなくてっていうようなものがほとんどです。はい、ほとんどでもうすべてですよ。だからこそ皆さんもですね、そうしたものに流されたりですね、踊らされたりしないで、日々の
ネットライフ、インターネットライフですね、まあ、インターネットライフというと引きこもりみたいですけども、もう我々の生活から切れないものになってますので、そう呼んでもいいかなと思うんですけどもね、そうネットへの関わり方っていうのを皆さんにもきちんと選択できていけたらいいなと思う次第であります。はい、まあ、そんな感じですね、堅苦しい話は終わりにしちゃおうかなと思うんですけども、引き続きですね、まあ、さっきも言ったんですけども、ホワイトベース女子部、参加募集しております。ちなみに、こちら管理運営しているのは僕じゃないです。ホワイトベースの近くにお住まいのですね、女性の方がそちらをメインで運営、なさっております。で、その方とですね、その周りで、やってる活動について私がですね協力できることを協力しているというような形態を取らせていただいておりますので、入ったからといってですね、なんかあるってわけじゃないんですけども、皆さんの中の掲示板で雑談なさっているだけです。はい、まあ、そこで個人的なお友達になるもよしですね、ならないもよし、まあ、覗いてみたけどつまんないからやめるもよしなんですけども、参加に関しては、実際に、女性であることを何らかの手段で証明していただく必要があります。それができれば何も問題がありませんので、はい、例えばうちのお店にお電話いただいて、で女子部に参加するための合言葉は僕たち作っときますんで、それをミクシーの参加表明に書いておいたりだとか、あとはまあこれ明らかにこれ女性だなっていうのが分かるような内容の、まあ、プロフィールとかですね、あとは例えばなんかこう他に活動しているものだとか、そういったものがなんか見て明らかであれば、別にそこまで僕もネチネチ、その管理人さんもネチネチは言わないと思いますんで、ぜひですね、そのあたり、もし、私の動画をご覧の方の中で、一人でバイク乗ってて、女の人 で、周りの女の人に聞くこともできないと、で興味はあるけども、なんか敷居が高いとかですね、そう思ってらっしゃる方がいたら、全国散らばってるんで、会ったりとか、その集まったりとかあんまりできないかもしれないんですけども、そうした中で、誰かこうつながりができれば心強いのではないのかなと思います。はい、どうしてもですね、オートバイ業界に限らず、まあ、日本のこの世の中というのはですね、男性社会になってしまっているんじゃないのかなと思います。ただその中で、やはりこう男だけでうまくいけばいいっていう業界なんかないんですよ、本当に。ただ、そこをうまくこうしっかり捉えた上ですね、きちんとその保護できるような活動というのがですね、世の中に一個ぐらいあってもいいんじゃないのかと思いまして、作りましたけども、で他にもですね、なんとか部っていうのをちょっと僕考えてるんですよ。まあ女子部ができたんでどうしようかなって、まあユーストリームの中ではですね、ホモ部とかいろいろゲイ部とかですね、なんかこう青いつなぎを着てどうのこうのっていうのがいたんですが、まあそれはもうちょっと一連却下で、僕が次作りたいやっぱスノーボード部作りたいなと思うんだけど、どうかな、なんかツーリングとかそういうのの前にまずスノーボードを出してしまう自分自身がですね、非常になんかこうバイク屋として失格なんじゃないかと思うんですけども、やはりホワイトベースの特徴としてはですね、バイクに興味がある人ない人、持ってる人持ってない人、わけ隔てなく関わりなくですね、僕の動画を通じてこの活動に興味を持ってくださる方全員取り込んでしまうというのがですね、メインのスタンスであります。はい、それも深い理由があるんですよ、実を言うと。それに関しては、はい、深い理由があります。まず分かりやすく言うと、例えばバーベキューやキャンプをするのに、やる人がみんな登山家である必要はないわけなんですよ。でも大昔においては一部のそうした山とかの趣味がある人だけが行う楽しみだったはずなんです。でもそれ一般化してますよね。でなんでかというと間口を広げたからなんです。それは一般の人が参加しやすいようにした、ただそれだけのことなんです。はい、排他的であればそれで終わってたでしょうね。でそういったものに気づいて、やっていくところっていうのは非常に少ないと思います。バイク屋であればバイクに乗ってる人じゃないと、バイクが好きな人、バイクが趣味な人じゃないと参加できない、そういうイベントしかないというのであれば、新規の顧客というのは獲得できないと思います。例えばですよ、また他にもありますけども、あれです、水上スキーですか、マリンジェットとかあれのイベントがあったとしましょう。でそこで集まる人がみんなマリンジェット のライセンス持ってるプロかって言ったら絶対そんなことはないわけですよね。一般の人もいて、で、興味があって、でそこから乗るかもしれない、乗らないかもしれない、でも乗らないかもしれないけどまた次のイベントに来てくれるかもしれない、そういったことが
あるからですね、幅というのは広がるわけです。よくまあリピーターリピーターって言ってますけども、リピーターなんて期待してたらですね、その顧客数というのはまあ広がらないわけですよ。新規顧客、これから現れてくるいろいろな人、興味がなかった人が興味持ってくれるもの、そういった人たちをこう取り入れていくっていうところが一番重要なんじゃないのかと思ってます。そこでバイクに乗ってないといけないっていう敷居を作るっていうことは非常に良くないことだと思うんです。逆のことですよ。ツーリングイベントってあれだと思うんですけど、ツーリングっていうのはまあそこでいきなり敷居をバーンって上げちゃうことなんで、そうしたことっていうのはですね、あまり僕はやりたくないので、できれば一般の人でも原付乗りでも参加できる、チャリでも参加できる、徒歩でも車でも参加できるみたいな。でもなんかこう乗りが、このですね、その輪の感じが面白いなと思った人が来てくれればいいんじゃないかなっていう僕は思ってます。で、その中の一環であっての女子部ですよね。はい、もう何が言いたいかも皆さん分かると思うんですけども、そういった感じですね、やっていければいいなと思って日々活動しておりますので、賛同いただける方がいらっしゃいましたらですね、私の方にも声かけてください。はい、というわけでですね、今日も館内放送をやらせていただきましたけれども、あ、新潟来てっていう人がいます。新潟行きますよ。はいはい、そんなわけで、館内放送やらせていただきましたけども、今後もいろんな活動していきますので、はい、皆さん私のことを応援いただければなと思っております。よろしくお願いします。ハロ、終わりだよ。ハロもいますんで、ゴールデンレトリバーブを作ってもいいかもしれない。そっち行かない、こっち。ハロ、こっちこっち、ね、ゴールデンレトリバーブ作りたい ね。ゴールデンばっかり集まる部ね。それいいね。みんなでもみくちゃにされたんやね。というわけで、なんとなくハロとお送りした今日の館内放送でした。皆さん、ご視聴いただいて本当にありがとうございました。